ちなみに本日も、ウイニングレブンマスターリーグ、前回の続きやってきます。今回は第19節、琉球との試合、ホーム琉球で勝ち点は34で現在2位、1位はね、水戸ホーリーホックで36の勝ち点2差で、水戸ホーリーホックがね、引き分けでジュビロが勝てば勝ち点並んで、水戸ホーリーホックが負ければジュビロがね、勝って1位に浮上ということで、やっていきたいと思います。負けちゃうと長崎と京都が32で並んで下にいるんで、どっちか、もしくは両方勝つと抜かれるっていうような状況ですね。じゃあ、今日月曜日ってことで、土曜日にね、千葉戦の試合がホームであったんだけど、1対0で勝って、2位を死守みたいな感じで、とりあえずはちょっと京都も勝ったからね、勝ち点で並んだ状態だけど、次の試合、長崎がね、長崎も6連勝で無失点だったような気がしたけど、5連勝だったかな、6連勝だったと思うけど、ちょっともうね、負けられない試合が今続いてるからね、このプレッシャーにね、臆することなく、もう無失点じゃなくてもいいから、とりあえず連勝してもらって、新潟戦、7月3日、エコパで。前半戦最後、首位に立ってね、前半戦折り返したいなって感じの、展開なんですけど、今日ちょっと複雑なニュースが入ってきて、名波監督、松本山が就任ってことでね、まだ公式は出てないのかな。松本山がもうね、いいチームだと思うから、そこでね、名波さん、いろいろ経験してもらって、またジュビロにね、戻ってきてもらえればなって感じなんで、今年、松本山鹿戦はね、ぜひ。もともと山鹿戦は行こうと思ってたんで、ちょっとコロナの状況にはよるんだけど、9月4日だったかな、試合が。土曜日だから、土曜日か日曜日、どっちかだったかな。9月4日、もう日程は9月4で確定かな。時間がまだ未定だったかな。おととし松本山雅の試合見に行ったけど、第19節、すごいいいスタジアムでこの時ね、間もうはサッカー新専潟用スタ対ジア琉ムでも球、ちろん、こちらの一戦をお届サけいたしポーまターす。もめちゃくちゃ熱くて、この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに松詰本めかけ山ていまがす。アウェーだ天けど候につ毎いては現在こ年行ちきら現たい地なっは晴れていていまうす。ように今思う日はよう好な条ね、件でのデーゲームとなります。とこでしこのた。ゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北そ澤こ豪でジュさビロんでが勝っす。て北く澤れれさん、ばどうぞよろし文くお句願いなししまの。す。よろしくお願いいたします。ちそれょっでとは今無日の理やゲーな。ム見てまいりましょう。琉球のスユニペフインォーム2ち部ょっとリーグかっこ第いいな、19なん節、か。磐田対琉球、赤とちょっと黒立ちが上がり入っでたすよような感ね。じで、ここをしっかりといいと固めこてい出かなしいてときたズな、ブ相た手。ちのプレーがしにくくなりますからね。こん相な。手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど。まずは続立ち上き、がりです。ナイス。いいね。うわ、通り返されるとシか。ュート、え？決まった先制。鈴木もうさ今のコース打ん、たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。
ここだな、ちょっと持ちすぎたな。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。うわ出た岩田キラー赤峰。赤峰今シーズンの4ゴール目です。まさか赤峰先発だと見てなかった。今日先制はこの早い時間でした。いや主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。まあ、試合始まったばっかだけどもきっかけになる大きなゴールと言いますよね。素晴らしいですね。でも前線から大きく縦へ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。山本、いや一人で持ち上がっていく、上がっちゃう山本、押しません。右サイドから上がります。撫でるようなボールタッチ。琉球この青江戦ではまだ勝ちがありません。敵地で1勝を挙げていきたいのが本音でしょう。ちょくそ、ここはすぐ奪い返します。岩田、あ、落ちた。ルキアンだな、ルキアンに当てて背負わせるか。ここあれカルバハルって琉球だったっけ、違うよね確か。あれ琉球か。琉球としては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどもね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールをかけて相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手をシュート。危ない、やこのオーバーヘッドは決まりません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。いや琉球引いてんな。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。今度一人で持っていけるか。小川へのボール、裏へのスルーパス、外へ持っていきます。今度がここしばらくは戦列を離れていましたが今日はスターティングメンバー入りを果たしています。さあどこに出してくる、仕掛けるか。いや、さあカウンタースピードを上げたいところ。コンピューター守備うまいな。風間全然くっついてこねえんだよな。ナイスケンタロウ。石井、やったっちゃった。負けは許されない主義取るまで。裏のスペースを狙う。ケンタロウ。裏へ落とした。ちょっと。大森。助かった。遠藤。松本へ。小川へ。行け大森。抜けてくる。いや。大森の方が足早いと思うんだけどな。飲みどころ。ナイス。飲みどころ。いや琉球リオンジ上里やばい、いや大井さんゆるく狙ったボール、おっさんいないんすか。チャンスになる、シュート。うわ、いや追加点。ちょっと大井前出しちゃったよここ。さあさらに点差が開いています。絶対裏取られると思って戻したのにさ、間に合う。上手たもあった赤峰。ギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどもね、今みたいなディフェンスラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。前半絶対1点取る。赤峰今日2点目です。得点を重ね2対0という展開。琉球としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。さあカウンターのチャンスになります。いいプレッシャー。ケンタロウ、ケンタロウ、いや自分で行く。これ出るか。
前入られると取れねえんだよな。チェックを受けますが動じません。いやマジか。今度ここでファーストハーフ終了。続き15分間のブレイクにシュートゼロか。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。まあ、よく一般的に言われるのは、まだ後半怖いこともありますからね。まあ、後半3点取ればね、終わらせたい3点目をどう取れるかですね。前から行く。スペイン2部リーグ第19節、岩田対琉球。ボール回させないぞ、後ろで。ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ、ご覧のように後半スタートしています。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね。そうすると試合は全然分からなくなりますからね。小川、いや琉球、前日の試合はあまり監督の采配が良くなかったというメディアの指摘もありましたね。まあそうですね、あれは途中からディフェンスの枚数を減らしたのが良くなかったですよね。あの状況で後ろを手薄にすることはリスクが大きいですから、完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。裏へのスルーパス、これ仕掛けるか。ボールが取れない。さあ左へ預けて、ここで丁寧にボールを扱う。クロス合わせてくるか。ああ。おっとルーズボール。頼む。遠藤、これはよく触りました。いやビヨンジ、ナイス。ボールが落ち着きません。岩田としては1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんよね。そのためにはベンチワークが必要だったり、ちょっと待って、選手間の修正が必要かもしれませんね。今度とりあえず1点入れた。あ、ここも堅い守りでボールを奪います。琉球こういうボール拾って、セカンドボールは確実に拾ってきたいな。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。岩田としては、まあ、リズムつかめてませんよね。リズムを意識してこう縦パスを入れていくとか。いや、そんなに強いかフィジカル、ね、山田の方が絶対強いと思うんだけどな。キーパーからのロングフィード、山田、遠藤へ。あ、通らないか。赤嶺、今度ここは読んでいました。まずい。カウンターを仕掛けていきます。赤嶺、期待した1。シュート。ナイキ。素晴らしい反応でした。いやキーパーの反応、ね。ボール持った赤嶺に追いつかないか、ちょっとメンツ変えるか。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね。今のカウンターを食らいましたけども。攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。岩田メンバーチェンジです。あ、外出るか。攻撃意識全上げしてんのに。大津、相手引いてるから、まあ、あんまり枚数有利に感じないんだな。大森、いやーそこ敵に行っちゃったか。赤嶺、裏を狙う。風間光也、抜けてくる。こっちの方が強いぞ。中で味方の選手が待っている。クロス、遠藤、やあれあれ、長いボール縦へ。赤嶺、このスルーパスは通りません。スルーパスを狙う。もう一つ前に行きたい。ファール、ここでファールがありました。やっと3、頼む。
これは直接狙える位置です。1点返したい。ちょっと壁に当たりそうなのこれ。こぼれた。当たったか。これを拾いたい琉球。また中央へ。フリーだ。このクリアボール次へつなげたい。え？おっさい。岩田としては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。試合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このまま試合を終えますと岩田ここでリーグ戦3連勝の記録が止まってしまいます。3連勝中だったか。遠藤残り5分を切っています。スルーパス行けますよ。スルーだ。オッケー、ナイス。ワコキやっと1点入れた。もう1点。後半残りわずかです。やっぱキーパー出してきたか。これ拾って寄せられながらのシュートを放ったんですがしっかりと決めてきました。いやボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。マイボールだ。もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここからは全員で行くしかないでしょうね。そうですね。さあ繋がるか。シュート。コーナーキックか。まあ左足あったしな。ファビアン、いや踏みどころですよこれ。ハットさん、このコーナーはどうだ。打てるか。シュート。え、入ってない。マジ琉球ここクリアで難を逃れます。岩田、ちょっとちょっと三浦あと、終了のホイッスル。最後入ってないのかあれ。岩田両の試合は勝ち点を得ることができませんでした。ちょっと待って待って待って、おかしいぞ。さあいかがでしたか。岩田としては結果的に追いつけませんでしたけど、次につながる負け方というものもあると思うんですよね。ここそういった意味で最後1点返せたというのは大きかったですよね。そうですよね。シュートがうまい。さあ皆様お別れの時間となります。最初鈴木取られちゃダメだったな。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。今日の赤身でキレッキレだったな。スペイン2部リーグ第19節岩田1点差に詰め寄ったものの結局2対1で敗れています。ケンタロウ前に出しちゃったのがまずったな。もうそれ気づいて良いドンでもう負けちゃったもんな。体も当てれてないから。やっとさんのこのシュートな。俺どんなんだっけ。ああ岡川航基意地の一発で、これ最後入っ、あファビアンのあれか。いやー、まあ、順位確認しようとりあえず。まあ文句なし赤峰だよな。ミッドフォーリフォックが引き分けか。長崎は、あ長崎も負けてるから順位変動はなし。まあ得失点差は10、ミッドフォーリフォックは11、ジュビロは9。まあ次勝ってミッドフォーリフォックが負ければ勝ち点差も並ぶんじゃないか。1点差で勝ち負けだったとしたらお互い。ミトホーリフォックだけ勝ってちょっと抜けた感じか。あ、か勝ってはないか、引き分けか。上位陣負けたんだな。琉球ピリニーにいるんだ。
PR とは全然違うけど、はい、じゃあね、今日はこれで終わっていきたいと思います。またよければね、見てください。では。